オラウス・ルドベック・オラウス・ルドベックは、スウェーデンの科学者、作家である。ウプサラ大学の医学の教授を務め、何度か学長を務めた。リンパ系の発見者の一人として知られ、ウプサラ大学に、スウェーデン発の植物園を作った。ルドベック植物園と呼ばれた、ウプサラ大学の旧植物園は、現在は、リンネ庭園と解明されて残されている。 息子のオロフルドベックは有名な植物学者になった。またアトランティスはスウェーデンであったという説を論じた。男系の子孫にスウェーデンの科学者、発明家、実業家、アルフレッド・ノーベルがいる。ベステロースの司教の息子に生まれた。父親の設立した高校を出た後、ウプサラ大学で解剖学を学び、血液循環説を唱えたウィリアム・ハーベイの著書を学んだ。 1652年にリンパ系を発見したとされるが、この発見の選手権については、デンマーク人のトーマス・バートリンとの間で議論が生じている。スウェーデン女王クリスティーナと最小アクセル・オクセンシェルナの資金で1653年にオランダに発見されて、ライデン大学で医学、音楽、機械工学、絵画、古典を学んだ。 スウェーデンに戻ると、ウプサラ大学の医学の講師に任じられた。植物学も教え、大学に植物園を作った。1660年に自然史の教授となり、1661年から1670年の間、ウプサラ大学の学長に任じられた。解剖学の教授、大学の学芸員も務めた。 ウプサラ大学の教育を革新し、一般市民が有料で参観できる、近代的な解剖劇場を作ったほか、風車や、跳ね橋も発明し、ウプサラとストックホルム間の郵便システムやウプサラの、浄水道の整備もいった。アトランティカの挿絵、太古の学者に囲まれる、ルドベック当時スウェーデンが列強国として栄えていた、ことを背景に、 1679年から1702年の間に古典号を研究し遺跡の上の腐食度の厚さから年代を推定する方法などを用いてスウェーデンが伝説のアトランティスであったと主張した。彼は研究の結果アトランティスが自国スウェーデンであるという結論に至ったのはたまたまだと考えていたようである。4巻3000ページの著書 アトランド・エラー・マンハイムを発表し、スウェーデン語が、アダムの話した言語の起源で、ラテン語やヘブライ語の元になったことを主張した。彼の著作は広く読まれ、ピエール・ベール、アイザック・ニュートン、ゴットフリート・ライプニッツ、シャルル・ド・モンテスキューなどの当時の著名な知識人から、高く評価された。当時の学者たちからの批判、風刺の対象ともなり、リドロの百科前書の 語源学の項で、不適当な結合の例として示され、批判された。ルドベックの説は、スウェーデンが没落すると、ルドベックの名声と共に忘れられた。スウェーデンでは人気を保ち、息子のオロフ・ルドベックも、比較言語学的な研究を行った。SCHCK、ヘンリク、ラグナル・ソウルマン、アンデルス・オ・スターリング、カール・グスタフ・ベルンハルト、ザ・ノーベル・ファンデーション。 アンド・ビルヘルム・オデルバーグ、エズ・ノーベル・ザ・マン・ンヒズ・プライジス、1950、サード・ウェド・コーディネーティング・ウェド、ビルヘルム・オデルバーグ、ニューヨーク、アメリカにエルスビル・パブリッシング・カンパニー、インク、1972、 p14、isbn0 から444001174、isbn9780444001177 44 ISBN、ルドベックが発見を発表したのは1653年の秋であり、発表に関しては、バルトリンに遅れた。abc ロナルド h フリッツェチョ、鉄造される歴史、小沢和幸役、現書房、2012年、49から50ページ。 ISBN 978から45億6 2 0百4万7642。バンドル、オスカー・エトール、ザ・ノールディック・ランゲージズ、アン・インターナショナル・ハンドブック・オブ・ザ・ヒストリー・オブ・ザ・ノース、ジャーマニック・ランゲージズ、ボリューム、アイ・ワルター・デ・グラウター、ISBN3 から11から014876から5、P109。ありがとうございます。